おはようございます。音楽好き社会人の稲です。今回はですね、クラフトギークさんという会社から譜面台を提供していただきました。なのでその譜面台の開封動画と、約2週間使ってみての感想をお届けしたいなと思います。はい、こんな大きな箱で届きました。早速ね、開封していきたいと思います。はい、本体がこんな感じで入っていて、付属のこれがバッグですね。はい、バッグの作りも、すごくしっかりしています。中を開けてみるとですね、このようなスマホやタブレットのホルダーと、このミュージックスタンド用のライトが、付属しておりました。はい、これらはですね、別々に買う必要がありますので、譜面台買えばね、ついてくるというわけではないので、ご注意してください。で、譜面台はブラックとプラチナがありまして、私はブラックを、提供いただきました。サイズ感としてはこんな感じで、結構ずっしりと、していて、しっかりした作りだなという感じです。それではね、実際に組み立てていきたいと思います。組み立て方結構簡単で、開いたらこの下の丸いところがロックみたいになっていまして、こうロックを解除してこう下に下ろしていくと、こう三脚のように開いていくという作りになってます。とても簡単でスムーズに動きます。それで譜面を置くところは、こう上と下をこうパカッと開いてあげます。ここもね、かなりスムーズに動きます。そして真ん中のところをこうくるっとしてあげると、譜面が置けれるようになるというところですね。こうクリップもついて、楽譜が挟めるようになっています。それではね、これを伸ばしていきたいと思います。自分の身長が178センチあるんですけど、178センチでもこう理想で十分使えるサイズ感かなっていうところですね。それでは付属品の方を開封していきたいと思います。まずはライトの方から開封していきます。ここにですね、 USB-C の差し込み口があって、 USB-C で給電しながら、ライトが使えるとなっています。で、電池ですねを入れる部分もあって、こう電池を入れることで、このようにライトがつくという仕組みになっています。個人的には電池でやるといいかなとは思いますね。線がつながってると練習しづらいかなというのもあるので。はい、でこんな風に上の部分に取り付けて、完成というような感じです。それでは次はね、スマホタブレットホルダーを開封していきたいと思います。このパーツを取り付ける場所を変えることで、縦方向でも横方向でも、いろんな方向にスマホタブレットをホールドできるというものになっています。で、こうバネで挟むというようなよくあるタイプですね。こうやって広げることで、大きめのタブレットも挟めるような仕様になっています。自分はスマホを挟むので、このサイズ感でやっていくかなというところです。ライト同様ですね、こう譜面台にネジ穴がありますので、そこにこうくるくる回して取り付けていくというような仕様になっています。実際にこう譜面を置いてみての雰囲気を見ていきたいと思います。こう譜面の背もたれの真ん中のバーのところにこうクリップがあるので、クリップにこう譜面を挟むことで、こう簡単にね、こう譜面がめくれていかないというのはいいかなって思います。で、このスマホホルダーもやっぱり練習中にメトロであったりとかチューナーをよく使うので、こうすぐに瞬時に切り替えれるのはとても効率よく練習できそうだなっていう感じです。座奏の雰囲気がこんな感じですね。こうスマホとの距離がちょっと気になるかなとは思うんですけど、慣れてしまえばいいのかなっていう感じです。立奏でも譜面台の高さがあるのでとても見やすいですね。で、片付けに関してもパタパタと片付けていける。ちょっと付属品を外すのは手間かなと思うんですけど、それを抜きにしてもこうスムーズに片付けることができるので、とても優秀な譜面台だなという印象ですね。
はい、それではですね、開封してから、まあ、2週間ほど練習で、使ってみました。それでこう2週間使用してみての、まあ、自分の今の感想みたいなものを伝えていきたいと思います。で、もう大前提ですね、とてもいい譜面台だなという今感想を持っています。じゃあどんなところが良かったかっていうのを、まあ、順番にねお伝えしていけたらなと思います。まず一つ目は作りがとても丈夫であるというところです。作りが本当にねしっかり、しています。ちょっとや外では全然倒れないっていう作りになっていますので、そこがとてもいいなというところです。で、2つ目は組み立てがとても簡単であるというところです。こう1番で述べた通り、とても丈夫な作りであるにもかかわらず、こう譜面台を組み立てていくっていうのがこう瞬時にできるっていうところ、片付けもこう瞬時にできるので、こう簡単に組み立てていけるっていうのはとても楽だな、いいなという点の一つです。で、3つ目は譜面台の高さがあるというところです。自分の身長が178センチありまして、で今までもいろんな譜面台を試しては見たんですけども、なかなかこう高いところまで行く譜面台っていうのはなくて、こう視線が下がってしまったりとか、ちょっと猫背になってしまったりとかっていうのが多くて、自分にマッチする譜面台がなかなかなかったんですよね。ただこの譜面台はすごく自分の身長の高さでもしっかりマッチする高さであると同時に、また一番でも述べた安定感っていうのもあって、どうしてもこう高さを出すとこうグラグラする譜面台がたくさんあるんですけども、これは作りがしっかりしているので、こう高さがありつつ、まあ、安定感のある感じがとても自分はいいなと思いました。はい、で4つ目は付属品のスマホホルダーがとても便利であるというところです。で、自分自身ね、スマホを使ってメトロノーム、まあ、チューナーっていうのを使っていくんですけども、やはりこうスマホをこう置いたりとか操作してどこかに置いてみたいなね、というところを繰り返していて、で練習中もこうスマホを譜面台の上に置いて落としたりみたいなシーンがたくさんあったんですけど、まあ、これはスマホホルダーがあるので、こうスマートフォンをね落としたりすることなく、また自分も瞬時にメトロノームやチューナーを使えるっていうところで、まあ、とても効率的に練習できるっていうところが、とてもいいなと、思いました。それでこう強いてねデメリットを挙げるとすれば、正直機能面にデメリットみたいなところは自分は感じなくて、まあ価格ぐらいかなっていうところですね。まあ他の他の譜面台にすればかなり価格は高額な譜面台になるので、まあ、そこぐらいかなっていうところです。まあ、ただこれだけしっかりした作りで、まあ、機能のある譜面台であればこれぐらいのお値段がしてもしょうがないのかなっていう感じはしています。で、じゃあこの譜面台ってどんな人にマッチするのかなって考えた時に、まあ、自分は3パターンぐらい思いつきました。まあ、1パターンが、まあ、これっていう譜面台を探している方、この譜面台買えば、まあ、結構満足してずっと使えるかなと、長い間使えるかなと思いますので、まあ、1個ねいい譜面台買いたいっていう方はぜひこの譜面台買われると満足されるかなと思います。で、2パターン目としてはホールでの演奏みたいなものをよくやる方ですね。はい、これライトがついてるじゃないですか、付属品で。で、このライトが結構優秀で、まあ、自分もね吹奏楽部の顧問の時とかで、まあ、ホールで練習したりとかもしたんですけど、やっぱとても暗いシーンっていうのもあるじゃないですか。まあ、そんな時にこのライトがあることで、まあ、とても見やすく、暗い中でも譜面をしっかり見ながらね演奏することができるなと思いました。で、最後3パターン目は野外で演奏をする方ですね。で、これはね正直めちゃくちゃおすすめできます。自分も大学時代にこう野外ライブみたいなもの、まあ、バンドなんですけどやったことあるんですけど、まあ、野外でやる方にはかなりおすすめできるなと思っていて、まあ、なぜかというと、まあ、まず安定感ですよね。まあ、ちょっとや外の風では倒れないという安定感があるところと、また譜面台のところにこうクリップがあるので、もう風で譜面が飛ばされない、勝手にページがめくれないっていうのも、いいかなと思います。まあ、あとはライトがあるので、こう暗い夜の演奏も十分対応可能であるというところですね。で、あとはこうスマートホルダーもあるじゃないですか。で、例えばこうストリートサックスとかで野外で演奏するときに、こう音源を
スマートフォンから流したりとかっていう場面もあるかなとは思うので、こうスマホホルダーがこう目の前にあって、目の前でスマホを操作できるので、こう伴奏音源とかっていうのを、まあ、瞬時にコントロールできるっていうところ。なのでこの野外で演奏するとかストリートで演奏するみたいな人は、これ絶対1台持っておくべきかななんて思います。なのでこう2週間使ってみての印象としては、こう野外ライブでめちゃくちゃ重宝するなっていう印象ですね。なので野外でやっていきたいってあったりとか、ストリートサックス吹きたいみたいな人は、この譜面台1台あると本当にかなり重宝するなと思いますので、ぜひチェックしてほしいかななんて思います。はい、今回はですね、クラフトギークさんから、まあ、譜面台を提供いただいて、まあ、使ってみてのレビューみたいなところを話させていただきました。まあ、感想としてはもう本当にかなりいい譜面台だなっていうところです。なので、まあ、デメリットとしてはやはり価格面っていうところなんですけども、まあ、これだけの機能があればこれだけお値段、まあ、してしまってもしょうがないかなっていう感じはします。でなかなかねこんな譜面台ないかなと思うので、ぜひね、チェックしてくれたら嬉しいかなと思います。この動画の、まあ、概要欄にも、情報等載せておきますので、ぜひチェックしていただけたら、嬉しいです。で、気に入ったらね、ぜひ購入して、くれたらいいかなと思います。自分自身ね、とても今これ気に入ってるので、まあ、今後も引き続き使っていこうかなと思っています。はい、今回はクラフトギークさんからの譜面台というものを、レビューさせていただきました。今回も動画見ていただいて、ありがとうございました。